アトリオさんです。アトさんどうですか、最近日本ね、これからどうなるか見守ってるところですけどね。最近そうだ、あの、文学部の逆襲という本を書かれた、うん、これはなんか好評のようですが、どんな本ですか？あ、今ね、はい、世の中が、日本に限らず世の中が回ってるのって、うん、民主主義と資本主義、これがもう2つの方法論だよね。でこれ2つともね、ちょっとこう賞味期限切れちゃって、うん、この民主主義があるから、この資本主義で回ってるから我々が豊かになれてる、あの、うん、幸福度が上がってるっていう実感がね、特に薄くなってきてる。特に今の日本ひどいよね、はいはい、で、だから民主主義資本主義自体もちょっと賞味期限大丈夫なのっていう問題提起から始まって、うんうん、ちょうどね、人類が新しいステージに行くタイミングだろうって思ってるんですよ。特に今言われてるのって、うん、AI ができるようになったら、うん、今人間が直接やってる労働の半分以上が AI あるいはあの ICT で、リプレースできるようになる。でこれって18世紀19世紀に産業革命が起きて、それまでの仕事の大半って化石燃料を動力源にしたあのエンジンとか内燃機関があの代替してくれたようなことが、この10年とか20年でドラスティックに起きる。でそうなった時にね、もう一回人が、豊かに幸せに生きる世の中ってどういうものなんだろうっていうのを、誰かが大きい物語として、そうだよね、そういう世の中作りたいよねっていうふうに思える物語を誰かが紡ぎ出さなきゃいけない。今だから、イノベーションイノベーションって言ってるのの大半って、ほとんどテクノロジーとかサイエンスの方でばっかり語られてるけれど、うんうんうん、民主主義とか資本主義とかって世の中を回すための、社会運営の方法論を含んだ、あの本の中ではグランドナラティブって言ってるんだけど、うんうんうん、大きな物語自体、そういう世の中になったらいいよねと人類が共有できるような物語を紡ぎ出さなきゃいけなくて、それって実は、哲学とか思想とか文学とかあるいは芸術っていう人文系の仕事で、その日本ってね、文学部をなんかもう潰そうとかっていうのって、まあ そうですね、そういう動きありますね。もう明らかに時代錯誤、うんうんうん、むしろこれから文学部系、要するに人文系が活躍してくれなきゃいけない時代ですよっていうことをテーマに書いた本です。あの、波動さんでご自身は経済学部ご出身ですが、経済だけでも足りないってことですか？あ、もう全然足りないですよね、うん、だって経済によって何をどれぐらい生み出して、でそれをどう分配すればいいかっていうこと自体の根底を作るのはその物語だからね。なるほど、うん、あのこれ今ちょうどタイムリーだと思うんですけどね、これ日本におけるそもそも大学の在り方とか、うん、大学の将来っていうのはどのようにご覧になってますか？はい、そうじゃない先生とか、うん、そうじゃない学部学科大学もあるんだろうけれど、なんかね、高校の勉強の延長みたいな勉強してるところ多いよね。要するに正解があって、うん、それを、読んで覚えてっていう、でそれをそのまま適用するっていうタイプの勉強ってね、本来は大学とか高等機関の勉強の仕方じゃないと思うの、うん、やっぱり自分で、現実を見て、でその中で問題は何かっていうこと、これはあの物理物性もそうだし天体もそうだし人の心も社会の動きもそうだけど、自分で見て問題は何かっていうことを、解決手法とか問題の定義自体を生み出すのが本来の高等教育なのが、なんかすでに教科書ができてて、それを理解して覚えるだけが今あの大学の勉強になってるっていうところが多いんで、これもまさに一つ脱皮しなきゃいけないよね。なるほどね、まあ、そういうだから大学の再生という意味においても文学部的な学問ってのは重要だと、うん、すごく重要だと思います、うん、ということですよね、うん、なんかあとさんの名言として、今東大の文1より文2の方がなんか偏差値が上がっている、それは僕知らないんだけど、らしいという、まあ、で、うん、ハトさん言ったって予言したじゃないですか、これから分散が一番高くなるっていう。あ、僕はそう思う。分散って文学部とかね、はい、哲学とかやってるところ、はい、あそこに
どんどんこれから頭脳が流れてくんじゃないかな。で、学問としても実は一番難しいですもんね。深い、深いよね。ということはやっぱり文学部、哲学的なものは、うん、やっぱりかなりこれからは求められている。だからやっぱり立て直さないといけないってことですかね、そういう学問を ね、あの立て直し、それでやっぱりね、さっき言ったようにこれ文学部が、要するに人文系が頑張ってくれないと、どっちに進めばいいかっていうこと自体が示せないから、うん、やっぱり世の中が人文系に対して、期待を持ち、敬意を持ちっていう、そこから始めなきゃいけないと思います。はい、ということで波藤亮さんのお話でした。今こんな景色のいいところにいました波藤さんです。波藤さん後ろ姿もかっこいい失礼します